これ2016年12月、去年の暮れですね、12月3日、はい、何でしょう、これ写真はないんですけど、あ営業、はい、ネタの冒頭でお客様から、うん、懐かしいの声が漏れ、はい、出番終わりで先方の幹事の方から、うん、懐かしかったよの声をいただく。どうやら僕たちは面白いか面白くないかのステージを卒業し、いつの間にか懐かしいか懐かしくないかが基準のネクストステージに来てしまったようです。お先です。お先です。お先です。いった、ちょっとネクストステージいったね。もう一つ上の段階。お先すいません。お先すいません。ということはこの日は良、はい、かったということですよね。良、ね、まあ、かったというか、まあ、仕事はあったってことですよね。そうですね。懐かしいっていうのは本当にネタ始まり時に本当ふわっとすぐ出てきますね、うん、毎回出てきますね、うん、本当に。でも懐かしいと言われたらもう OK の、そうなんですね、状態のステージっていうことですもんね、はいはい、最近そのネタやってても、うん、なんか変な反応というか、うん、よくわかんない反応になってきてて、うん、まあ、よくその漫才の入りとかで、うん、はいはいはい、まあ、頑張って売れていきたいと思うんですけど、うん、みたいなこと言うじゃないですか、うん、普通若手の芸人、うん、まあ、売れたいんですけどもって言うと、うん、ボケだと思われて笑い起きたりとか、うん、あ、そうなんですよ。本当に売れたいと思ってんだみたいな感じで思われてそれもちょっと言いにくい、はい、でもネクストステージ、ネクストステージです、それは。あ、はい、定石が、お笑いの定石が強いし、わかんない、ね、芸歴、これまあ僕ら15年目になるんですけどもって言ったら、まだまだ、うん、すっごい拍手来たり、あネクストステージ、15年、すごいすごい、15年、よく15年耐えてきたみたいなすごい目で見られて反応になってきてて、あ、分かんないですもん、笑いが、そういうこと